デフレ、少子化、コロナ禍で苦戦する時代に独自のポリシーを貫いて挑戦を続けている会社があります。子供服ブランドのミキハウスで知られるミキ商工株式会社。2023年秋、賢島での商品検討会議に集まった社員を追いました。なんて言うたらいいのかな、社員とか関係している人たちの本当のベースちゃうかなと。もうそのミキハウスという会社がそれがあって、なんかこう人間関係とかいろいろベース。カレー作ってます。すごい。人分です。梅田阪急店の中西です。梅田阪急店は WB ショップを9月6日にリニューアルオープンいたしましたよ。この T シャツが WB との出会いですっていうお客様が多いので、そこを大事にしたい、 WB を知ってもらうためのエントリープライスとしてっていうところで、棚があるうちは継続でお願いしたいなと思います。WB の方はリブがついてて3000円高いとかいうのもありますので、まあ、ちょっと色味は変えていただいたらいろんな層を取れたのかなっていうふうに思います。でもしこういうふうにジャンパーのお袖が取れたら、ナイロンベストの需要にも応えできるのかなっていうふうに思いながら過ごしていました。で最後にインバウンドからのお声としては、手が大きいから足も大きいっていうところで20、21センチっていうのを、作っていただけたら日本製だしっていうところで、単価も高いけど日本製だしって思って買っていただけるのかなと思いますので、サイズの、拡大をお願いしたいなと思います。以上です。ので、まあ、実際24年 SS 次の春夏は、そこの部分も少し意識した色使いになっているかなというふうに思いますので、一旦それをまた見ていただいて意見を聞かせていただけたらなというふうには思います。であとはもうギフトのところが、まあ、ミキハウスの課題だと思いますので、まあ、そこはしっかりと作戦練りながら、商品用意していけたらなというふうに思います。30期の川原雄一郎です。で部署は、MD 本部というところと企画本部というところを兼務しています。会議は、商品の全体的な政策に対してお店から現場の意見を聞くというのが大きな枠組みですね。当然私自身も各お店を回って、そのお店の店長だったりとかスタッフと喋ったりはするんですけども、そこはあくまで一人の店長さんのお話になりますので、ここへ来るといろんな店長からいろんな話が出て、それが化学反応を起こしてまたそう発展的な話ができる、まあ、この体験はここでしかできないですかね。37期の梅田阪急店です。お客様からのご意見を伝えることができるっていうのも限られた人だけだと思うので、その思いを伝えるために、まあ、やってきてるのかなというふうに思ってます。懇親会で準備運動、人と人とのコミュニケーションの準備運動、仕事する上でそれベースやと思う。やっぱりね、コミュニケーション取りたいもん、本当ね、悩んでる人いてたらそこで話しようたら分かるしね、早ければ早いほどいいと。いや、ちゃんとねコミュニケーション取れてるとトラブらない、本当、トラブル防止、本当にね人間関係できてたら今度話し合ったら分かるもん。それ普段ね人間関係作ってなかったら難しいと思う。なんか思い違いやった時になかなか振り出しに戻れへんと。あれ会社でやってるとそうならない。わざわざ2時間かけてね電車乗ってきてここへ来てるから議論できてると僕は思う。やっぱりわざわざ場所を作ってくるっていうのが大事。私、今年入社11年目になるんですけど、うちの社長が現場の声を大切にされているっていうのは、自分が学生時代の就職活動の
説明会の中からでも感じることができたので、現場主義っていうんですかね、そういうところがこの会社のいいところだなって思って選考を受けたっていうのは事実なので、とっても風通りのいい会社で、まあ、私たちの意見を受け入れてくれるっていうその信頼関係があるからこそ伝えることができると思うんです。普段お店で苦労していることだったりとか、逆に嬉しかったこととか、まあ、それも離れてプライベートの話とかいうものも含めて、お話、人となりをお互い分かった上で話をすることで、どうしても会議での言葉だけだと勘違いもあるし 100% 伝わらないこともあるんですけども、ベースの信頼関係を築くことでそこを補い合えるというのがこの会の魅力であるし、今回もそういった会話ができたかなと思います。お客様に対してまず思うことは、私が大切にしていることはお客様のお言葉一つ一つに耳を傾けて肯定の気持ちを持って傾聴するっていうことを意識しています。もともと自分自身傾聴することの方が好きなので、たくさんお話ししていただいたお声っていうのを聞いて、きっとそれが未来のヒット商品につながるもの、貴重なお言葉だと思ってますので、いろんなお声をそのまま受け止めていきたいなっていうふうに感じてますし、まあ、場合によっては自分の気持ちっていうのを伝えることによって、相手からの気持ちっていうのも引き出すことができるのかなってなった時は、スタッフ間で会話をする時は、はい、そのようにこう包み隠さず話すっていうのを意識してるかなと思います。はい、こちらの商品が今売れ筋の、アウターでして、ベストとジャンパーをカスタマイズできるっていうアウターなんですけど、お客様のお声をもとにお伝えして、かしこ島の商品検討会で伝えさせていただいて実際商品化したアイテムになります。WB はボーイズ色の強いブランドなので、私たち男の子の接客をすることが多いので、男の子のママさんたちからいただいたお声っていうのを、聞いていく機会が多いんですけど、まあ、活発な男の子だからこそベストの方が恐れがなくって自由が利くよねっていう言葉だったり、まあ、もこもこしすぎるジャンパーだったら動きにくいので、まあ、軽くて着れる暖かい中綿の方が自由が利くよね、でも体温調節がしたいってなった時には一緒に着ることもできるし、暑くなったら脱ぐこともできるっていう風な、そういったお声を融合してお伝えして商品化していただきました。はい、まあ、実際今年からこれ並んでるんですけど、店頭に並ぶとまたこう新たなお客様からのお声っていうのをいただけるので、例えばこのベストもジャンパーもどっちもリバーシブルだったらもっと着回しが効いたよねっていうお声でしたりとか、このジャンパーのお袖が取り外しできたら、まあベストとしてもナイロンのベストとしても使えるよねっていうようなお声とか、新しくいただいた言葉っていうのをまた今回のかしこ島の商品検討会で伝えさせていただきました。はい、まあ、それぞれの奥にあるのがどういうお話なのか、今日と行くと、まあ、おもちゃだったりとか、なんだろうな、ポンチョだったりとかあったんですけど、まあ、一番奥にあるのは、まあ、贈答用の見極めだったらこれという商品がちょっとまだ満足いただけてないという話だと思うので、まあ、それはミキアスらしくて、お客様の、まあ、予算に舞うようなご贈答用の商品をたくさん開発しなあかんなというふうに思っています。2年ほど前からですかね、大きくプライスの方も上げた中でお客様の求められるニーズというのが大きく変わってきているなというところ、値段がどうこうというよりも我々にしかご提供できない商品であったりとかサービスっていうのをもっと突き詰めた政策をしなさいという、まあ、大枠で言えばそういうお声がたくさんあったのが印象的でしょうね。急に僕は値上げや言うたもんやから、みんなびっくりしたんちゃう？その値段つけるのは河原君という、彼が値段つける役回りやんや。で、大体倍ぐらいで売る。社長、何言うたんすか？コロナ中に急に倍で売るなんて。ものすごいね、反対しようと。日本製というのはね、人気あるんですよ、うん、昔からね、きっちりやってるから人気あるんです。ただ工場がなくなっていってしまっただけで、うん、ですから僕らも一生懸命工場を守りたい。
ある程度値上げせんともう守られへんし、社員も守られへんし、で、ね、留学して日本来た外国籍の子も守られへん、いや大抵売れすぎてると思う、値上げたけど売れてる。でメイドインジャパンのあのベビーシューとか言ったら見ちゃうしかないもん、もうどこもない。今日は大変だなとかもし思ったことがあっても、なんか仕事だけは揺るがない場所にいてくれるので、なんかこう安心して行ける場所っていうふうに思ってまして、まあ、家族よりも長くいるお店のスタッフっていうのを考えると実家みたいな感じなのかなって勝手に思ってます。うん、私にとってはですね、日本から世界に向けてきちんとブランド価値を作って発信できる唯一のブランドだと思います。